はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、最近すっかり見かけなくなった長いあれを紹介したいなと思います。はい、まあね、昔はちょっとそれでもあったような形なんですけど、はい、もう最近はもうすっかりね、見かけなくなったっていう風なアイテムになります。はい、まだね、もしかすると田舎の方のお店とか、おじいちゃんおばあちゃんとかね、まあ切り盛りしてるような、昔からあるようなお店やと、まだ残ってるとこには残ってるかなっていうやつになります。はい、でもね、もう今はもうそうですね、まあ動画収録してるのが2020年の6月なんですけど、まあ現時点ではちょっと絶滅しちゃったかなっていう風なやつになります。もしかしたらね、今後まあ復活してもまあ面白いんじゃないかなと思いますし、はい、ちょっとね、見た目的にもちょっとインパクトがあるやつだったりもするんで、はい、まあちょっとまあ面白いネタじゃないかなと思って動画を撮ることにしました。はい、ということでね、まあぜひ気になった方とかはね、まあこういうのも探してみるのも一つ面白いことじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ最後まで聞いていただけると嬉しいです。最後にいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、スタートします。はい、じゃあ今回ね紹介するのがこちらになります。じゃあはい、こちらなんですよね。はい、まあ何になるかと言いますと、実はシャーペンの芯になるんですよね。はい、でね、このね、まあ手のひらにね置いた感じからもね、もうお分かりかと思うんですけど、はい、非常にね長いんですよね。はい、じゃあね、一般的なね、まあ、2020年の6月現在、まあ、どのお店でも買えることができる一般的なね、長さのシャーペンの芯を、まあ、各社いろいろ出したいなと思います。はい、まあ、それがこれらになります。じゃあ、はい、まあ、これらなんですよね。はい。まあね、上からね、同じく、まあ、三菱鉛筆さんのね、はい、まあ、同じくユニって書いてあるんですけど、はい、まあ、ハイユニのやつですね。はい、で、まあ、ステトラのやつです。これは海外のやつですね。でこれが、まあ、ペンテルさんから出されてるやつです。はい、まあ、いずれもね、はい、こういう風な形でね、まあ、お店に置いてあったとしてもね、頭一つね、ポンって出たような形でね、結構インパクトがね、あるっていうのが、はい、このロング芯の魅力になります。はい、じゃあちょっとね、今、現行品のやつと中の芯のね、長さの方をちょっと比べてみましょう。はい、ということでね、まあ、ちょっとね、これ定規の方をね、ちょっとここ出しますね。はい、で、ちょっと大きくしましょう。はい、まあ、これでね、だいたい長さが入ると思います。はい、じゃあね、まずはね、この、まあ、三菱鉛筆さんのね、現行品の、まあ、グレクトのやつですね。はい、まあ、これをね、置いてみたいなと思います。はい、まあ、0のところに合わせますと、はい、長さがね、だいたい6センチぐらいなのがお分かりになるかと思います。はい、じゃあ次はですね、これ細いやつですね。まあ、0.2 ミリ芯のやつです。はい、まあ、オレンズとかね、はい、結構 0.2 ミリっていうすごい細い神経のやつが出されてます。はい、こう見るとね、かなりね、はい、かなり細いんがね、お分かりになるんじゃないかな。はい、細いですよね、これ。はい。はい、これがね、0.2 ミリ芯なんですけど、これもね、0のところで合わせてみると、はい、大体ね、はい、まあちょっとこっちからなかなかちょっと合わせにくいですけど、まあだいたい6センチぐらいかなっていうのがお分かりになるかなと思います。はい、じゃあね、これ海外のやつ、はい、ステッドラーがどうかなっていうのを出しますね。はい。よいしょっと。はい、まあこれね、ステッドラーのやつなんですけど、ちょっと離しておきましょうか。はい。まあでもね、だいたいね、6センチぐらいかなっていうのがお分かりになるかなと思います。はい、じゃあね、これですね、肝心の、はい、これがね、どれぐらいの長さかっていうのを、はい、まあ、2H の方はね、ちょっと置いときます。はい、H の方がね、もうこれ、蓋開けたんで、はい、こっち側をね、取っておいてみたいなと思います。はい、じゃあね、これ1本こういう風に取り出しまして、はい、ここのところにね、こうやって置いてみると、はい、長さがどれくらいかなと言いますと、はい、もう、なんかね、はるかに長いですよね。はい、これ約ね、10センチぐらいに、ね、なるような形になります。はい、まあ、こんなにね、長い芯っていうのがね、実はね、存在してるんですよね。はい。でね、ここのところをね、見てみると、はい、なんかね、表記が書いてありますよね。はい。ちょっと大きくしてみましょうか。よいしょっと。はい、0.5 ミリ。M でなんか斜め M って書いてありますね。で、かける100って書いてあるんですけど、まあ、これがかける100ミリイコール10センチっていう形ですね。はい、そんで、まあ、H で、まあ、三菱の、まあ、ユニ 0.5 みたいな形で書いてあって、まあ、10本入り100円。でここのところにね、昔のね、JIS マークがね、ついてるような形ですよね。はい、まあなんか JIS のなんか番号みたいなのもここのところにまあ振られてる形になります。はい、というふうなね、こういうふうなところにまあ入ってるっていうふうなね、こんな形です。はい。でですね、このね、シャーペンのね、芯のね、長さ、だいたいね、6センチなのはなんでだろうみたいな形なんですけど、はい、まあ実はですね、まあ JIS っていうね、まあ企画、まあこれにもね、先ほど JIS の Q のね、マークがあったんですけど、実はね、このマーク、そうなんですよね、昔の方がね、個人的に JIS のマーク好きやったりとかしたんですけど、最近ね、どうもこの JIS マークって変わったっぽいんですよね。で、名前の方も日本工業規格っていうのから日本産業規格っていう形で名前が変わったような形になります。はい。まあこれね、なんでこういうのを設けてるかというと、まあ日本の工業製品のね、まあなんか質とかをね、そういうのをまあ合わせようとかね、なんかそういうふうなね、まあ標準化っていうんですけどね、難しい言葉で言うと。はい。まあ質をね、やっぱり皆さん合わせていった方が、やっぱりこういうふうにね、メーカーをこういうふうにいざ変わった時とかでもまああったりもしますし、はい、品質的に合うことによって変なね独占とかなんかそういうのも防ぐみたいな、そういうふうなこともあってね、はい、まあ標準化っていうのはいい試みだと思うんですけど、はい、まあ逆に言うとちょっと没個性的になっていくかなみたいなとこもあったりもします。でもね、やっぱりまあ基準とかね、ルールとかを作る上では非常に標準化っていうのは大事なことやったりもするんで、はい、まあ大体ねその試験に沿うような形の長さになったりしてるんですよね。はい。でね、このJISの規格で、はい、このシャーペンの芯が定められているのがJISの S6005 っていうやつなんですよね。はい、それでまあ何年かごとにまあ改定みたいなのがいろいろあったりするんですけど、まあね、2019年段階のやつにおいては、はい、まあその長さっていうのがまあいろいろ定義されてまして、それがだいたい 60mm プラスマイナス 1mm ぐらいでまあ試験みたいなのがやっぱパスしてそういう風なマークが与えられる形なんですけど、まあそれが試験内容でまあ60プラスマイナス1ミリみたいな、なんかそういうふうな表記が何箇所かに書いてあったりするんですよね。なんでまあ各社結構この60ミリぐらいにしてるんかなっていうふうなね感じがしたりします。ただね、まあ 2.0 ミリに関しては130プラスマイナス1ミリみたいな形で試験で書いたんですけど、どうもそれにね合うようなまあ2ミリ芯のやつって出てるかなとやるとね、ちょっとね謎なとこがあったりします。でね、まあというのも 2mm の芯って結構ね、これシャーペンと呼ぶかどうかちょっと分かんないようなやつがあったりするんですよね。まあこれ今手元にねあるやつなんですけど、だいたいね 1.3mm あたりぐらいかちょっとねシャーペンか芯ホルダーかみたいなところでちょっと危うくなってくるんですよね。もうかなりこういう風な太い形になって用途がね結構限定されてくるんですよね。まあこれ国用さんからね出されてる鉛筆シャープっていうやつなんですけどね。はい、まあ一応鉛筆シャープっていう名前がついたりしてるんですけど、なんかちょっと鉛筆ぐらいのね太さとか、まあちょっと用途も限られてきますし、もうこれになるとね、まあ、一応 2mm のやつでシャーペンと歌ってるところもあったりするんですけども、これねホルダーって書いてありしてるんですよね。はい、なんでもうどっちかというともう芯ホルダー的な形になってきたりもしますし、ちょっと用途的にもねちょっとまあ紙に書くというよりかはもうなんかこれ結構ね建築用的なところのやつなんですよね。なんでちょっとねまあ用途が変わってきたりもするかなというところもあるんで、まあ大体ね一般的なシャープペンシルっていうのはまあちょっとまあこの 1.3 ミリ以上はちょっと微妙かなというところがあるんですよね。でまあその2ミリ以下のところの試験に関しては、まあ、60プラスマイナス1ミリみたいな形で書いてあったりするんで、はい、まあ、大体この6に合うぐらいの大きさみたいな形で、まあ、大体最近のは作られてるかなという風な感じなんですよね。はい、ということでね、まあ、最近のまあシャープペンシル、まあ、いろいろ各社出したいなと思います。まあ、これらになります。じゃーん。はい、まあね、皆さんよくご存知の、まあ、ステッドラーのね、まあ、925の25とか、まあ、パイロットさんから出てる、まあ、S20 っていうやつとかね、まあ、これ、オートさんから出されてる、まあ、スーパープロメカとか、まあ、結構ね、これ、製図用シャーペンで、先っぽのね、製図用シャーペンって先っぽのこのガイドパイプがね、結構長かったりするんですよね。はい、ここの先っぽのとこですけどね、まあ、ここは4ミリぐらいあるやつって言われたりしてるんですけど、はい、まあ、これらのシャーペン結構長いやつなんですよね。はい、でもね、まあだいたいこれぐらいなんですよね。まあ、ちょうどこの芯がいい感じで入るかなぐらいなんですけど、はい、このね10センチぐらいの芯になってくると、はい、もうかなりこの上の方まで来てるのお分かりですかね。はい。まあね、ものによってはね、もうちょっとここまで来てしまうと、消しゴムと当たっちゃったりとかしてね、はい、ちょっと折らないと入んないんじゃないかな、みたいなやつもね、はい、あったりするような形になります。はい、じゃあ果たしてね、この10ミリぐらいの芯が合うようなシャープペンシルってあるのとか、これって何の意味に、があったのとか思われる方いるかもしれないんですけど、実はですね、昔一時かなり長いね、シャーペンっていうのが、まあ、流行るまではいかなかったんですけど、いろいろ出た時期があったんですよね。はい。まあ、それの商品をね、自分1個持ったりしてるんで、ちょっと出したいなと思います。それがこれになります。じゃーん。はい。こちらのやつ。はい、これなんとね、ダブルノック式になっててね、これ先端がまあ持ち運びに便利なような形になってるんですよね。はい。ここでまあリリースする形なんですけど、はい。そんでここは押すと、はい、これね、シャーペンになんとなってるような形なんですよね。どうですかね、これ並べてみるとね、はい、これ皆さん見慣れたぐらいのペンやと思うんですけど、もう頭ね、一つ二つね、これ長いね、シャーペンに思われるかなと思います。これ先端をね、収納した状態でも、なお、長いですね。あ、これ後ろのところがさらに飛び出るんですよね。はい、なんでもうこんな形をね、長さになってね、これ筆箱にね、入んねえよみたいなね、やつになります。はい。でね、これのね、やつの自分、色違いをね、実は持ってるんですよね。はい、それがこれになります。じゃん、はい、まあこれなんですけどね。はい、まあ実はね、ここのところにね、まあ商品名のね、このシールがね、貼ってある形なんですよね。はい。これちょっと見にくいかな。はい。お分かりですかね、これ。はい。ちょっとわかんないかな、これ。はい、これわからないかな。はい。あ、ちょっとわかりましたね。はい、あ、ちょっと逆にこれ貼ってありますね。はい、オート鉛筆ってこういう風に書いてあるんですよね。はい、そんでね、まあ値段の方がね、これ400円なんですよね。はい、そんでね、まあこれがね、神経が実はね、ここの上のところ見えるかな。はい、これ100っていうなんか表記がうっすら見えるの分かりますかね。はい、そんでこれね、100ミリ芯っていう風なね、表記がここに書いてあるんですよね。そうなんですよね。まさにね、これがですね、はい、実はこの100ミリのね、はい、この芯形が合うよっていうやつにね、はい、なってるような形になります。はい、ここのところにもね、これ黄色の方が見やすいかな。はい、ここのところに、表記も書いてあるんですよね。はい、オートペンシルっていう風にこういう風に書いてあるんですよね。まあ、オート鉛筆みたいな形なんですけどね。はい、こういう風な商品です。まあ、これに関してはね、また別の動画でね、まあ、紹介しましょう。ちょっとこれにね、よく似たようなシャーペンとかもね、あったりもするんで、まあ、それと合わせてね、まあ、紹介したいなと思います。でも、非常にね、これ面白い構造をしているやつになります。まあ、グリップ部分がね、これゴムになっているような形です。はい。という風なね、まあ、こういう風なに実は合うシャーペンの芯いう形なんです。ですよね。まあ、シャーペンの芯もね、こういう風に並べて置いてみたら頭一つ出ててね、のっぽでまあ面白いっていうのもありますし、まあ、これを手に入れた後、まあ、こういうのを狙ってみるとかね、まあ、これ以外にもね、長い芯とか、さらにね、この10ミリ芯よりも長いような芯もあったりするんですよね。まあ、110ミリのやつとか、120ミリのやつとかもありますし、まあ、これがね、まあ、パイロットさんから出てたり、オートさんから出てたり、まあ、三菱鉛筆さんとか、光輪鉛筆さんとかからもね、はい、ロング芯っていうのはまあ出てた時期があった形になります。はい。というふうなね、形で、まあ皆さんね、このロング芯っていうのもね、一回やってみると、こんだけね、長さが違うんで、やっぱりね、インパクトもちょっと違うかなと思うんで、はい、まあこういうのを揃えてみるのもいいんじゃないかなというふうな、まあ、文房具のね、一つの、まあ、廃盤の楽しみの一つっていう風な形で、今回の動画を捉えていただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、まあ、今回はこのロング芯の紹介でした。まあ、この動画が良かったという方は、ぜひ、グッドボタンを、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもね、いろいろ面白い動画とか上げたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。はい。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。